メガネを紛失して絶賛絶望中のゴッドフィールドボットです。ということで今回は以前ね配信したゼロからレート上げ生配信のパート1で少し気になった部分について、敵味方問わずそのプレイの映像をちょっと集めてみたので、今回ちょっと検討していきたいと思います。まあなんかね、ゆるく雑談みたいな感じでこれは検討していこうかな。それではよろしくお願いいたします。まず気になった相手のプレイで気になったのこれね、これ初手釜物販なんですよね。基本的にはやめた方がいいですね。これは初心者レベルのミスになってます。前に置いてある映像ほど初心者向けの内容になっていて、後ろに行くほどちょっと難しい内容にある程度並べ替えたので、この辺もちょっと意識してみていただけるといいんですが、なんで初手キネが良くないかっていうと、キネって要は自分がもう8割9割負けみたいな状況から相手の体力30以下だったら5割負けまで戻せるんですよ。最終的にコイントスに持っていけるっていうカードなんで、この初手からぶっぱするのってあんまり得じゃないんですね。なんでここはまあ他に武器がなかった可能性とかもまあいろいろあるんですけど、基本的にはぶっぱしない方がいいかなと思います。これが一番気になりました。でもう一つ、この低レートでしか見ないプレイとして、このウルを私に売る、このプレイも非常に良くないですね。これ私ね、これ今持ちポイント少なくて困ってたんですが、このウルが来たことによって相手にハートの貝殻を売りつけて10ポイント得して両替で一気に巻き返しに行けるようになったんで、これも非常に良くないプレイですね。やめた方がいいです。でこれ自分のプレイなんですけど、相手のカウを買う、これはいいプレイですね。相手のカウをしっかり買うことによって相手からこっちのカードを買われるのを防げる、プラス相手の手持ち手札の枚数を1枚減らすことができるんで、まあ5円であれば全然バシバシ買っていっていいと思います。でこれはそうですね、確か13点で殴られて昇天しちゃうんですけど、よく見るとね、これ体力5だったんですよね。体力5のところにジャベリンがあるんだから、ジャベリン単独でしっかり通しに行くっていうのが本当は一番いいプレイです。今回は恨みになっちゃうんですけど、ゴーストソードとかの場合はランダム剣で弾かれても結構ね痛いので、相手からしたらここはしっかりジャベリン通さないといけない場面ですね。はい、でここはスマイルの貝殻で回復していく。でこれはね、私のねスーパーボンミスなんですけどこの配信画面見てて、ネギさんこんにちはとか言ってて、相手からね吸収が飛んできたんで、ああ脳死でエンゼルシールド切ったんですけど、よく考えたら吸収攻撃は弾いた方が止めるより得なんですね。詳しくはちょっと長くなるので説明しませんが、弾くにした場合は 50% 自分に来るんですが、その 50% が無効化されるんですね。吸収自分に打って自分で回復するから 50% の確率で相手に跳ね返せるので、ここはエンゼルシールド、しかも防具として使えるエンゼルシールドよりは絶対にランキルを使うべきな場面ですね。これはボンミスだと言えます。でこれは当たり前のプレイなんですけど、この初手をパッと見て、炎から絶対入りましょうってことですね。炎から絶対固定する、相手に買われても全然厄介ですしね、ちゃんと炎から固定しましょう1ターン目で。この次はちょっとまあ中級者向けの選択なんですけど、ここね炎を連打する人が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、私はもしかしたら次のターン相手からの買うだったり放棄だったりで両替抜かれる可能性もあるんで、ここはもう先両替でもいいかなと思います。デメリットとしてはこの両替してる間に奇跡のケアカード引かれる可能性もあるんですが、うん、ここは先両替してもう必要な分だけ MP 確保してから上から炎連打でいいかなと思います。こっちに今血型ワンドが入ったっていう状況なんですが、ワンドは攻撃力24分 あるのであと7点削ればいいんですね。逆に相手はこの体力31はギリギリ昇天弓ケアとか危ないキネケアができてる体力なので、ここはこのゴッドフィールドボットは相手の体力を削りにまあぶっ込むんですが、相手からしたら絶対止めないといけない場面ですね。こうモールぶっ込みアクスはもう 100% 壁なんですが、ここで相手がまさかの痛恨の防具1枚切り、夢状態のこれは絶対壁使った方がいいですね、うん。はい、ここはね、まあちょっと初心者と中級者の間ぐらいのミスだと思うんですが、これが負け筋になって最後ワンドぶっ込みされて負けてしまうんですが、相手これは全然ね勝てた試合でしたね。両替とか入ったら相手の方が有利なんで、うん、ここはちょっともったいないプレイかなと思います。お相手のでこの初手パッと見てかなり悪いんですね。なんでこういう時はちゃんと回復系アイテムから行きましょうっていう、まあすごい当たり前のことしかここまで言ってないんですが、ですが結構重要なんですね。それがこのねなんか手札だったら先にこの辺から行きたいなとか思う人もいるかもしれないんですけど、その防具を、相手の防具を別のカードに入れ替えられて相手にドローされるよりかは、ちゃんとペース、試合のペース運びを遅くするように回復系連打していくっていう方が
いいかなと思います。ここもねまだしっかり回復系連打して、次両替が来た時にスムーズに攻めに移行できるように両替とか奇跡が来て、でこうやって待ってるとアイテムでこういうさっきの精霊の杖だったり反射剣とかを切ってくれるんで、結構待ちのプレイはありかなと思います。でこれは相手に神の神剣初手ぶっぱされて、まあ、こっちは2枚ドローしたいんでどっちでもいいんですが、氷河期を打つんですが外れてしまうんですね。はい、外れてしまいのトマホーク打たれるので、でここで体力8なんですけど、これはまあ有名なテクニックなんですけど、この吸収攻撃を自分に打つことで8ダメージ0になってから体力16回復するので体力8回復してるんですねっていうテクニックがあります。今のはそういうテクニックを使う場面でしたね。体力8って属性攻撃でワンパンされやすいラインなんで、ここ激烈疾風剣を入れたんですが、この風はまだ相手に見えてないんですが、相手がね回復してこないんですよね。だからここの回復を絞る意味がちょっとあんまりよくわからない、まあ、もちろん上手い人であれば釣ってくることもあるんですが、まあちょっとこれは相手本当に持ってなさそうな、回復系の相手を持ってなさそうな立ち回りだなと思いながら2ターン様子見ましてね、ファイナル牙からの両替で、まあ、スムーズに風が打てるように。ただここの MP18 振りはちょっと少ないかなと思います。15円のハートの貝殻売られた時に3しか残らないんで、15円売られてもとりあえず少なくとも1発は打てるようにもうちょっと振っておくべきだったかなと思います。ここは反省ですね。で相手からモロぶっこみアクスが来て、じゃあこの後どうしようかなと思った時に、とりあえずこう3枚ドローしてから、この状況で一番手っ取り早く掴める勝ち筋っていうと天国層相手掛けなんですね。天国層相手掛けで相手が回復アイテム持っていなかった場合は次の風が通るかどうかの勝負になって、本当は有利だったんですが、今回はハートの貝殻を直前で引かれたっぽい動きでしたね。わかりません、ね、ただ長期的に見たら得なプレイかなと思います。でこれは相手がこの精霊の帯守備力12のカードを雷に使ってくるっていう結構大胆なプレイをしてたり、その後ねこうパンチで殴り込みに行ったら結構なんかこの少なめのぴったりの防具で止められてるんで、これはお相手の防具が多いんじゃないか、防具が多いってことはその防具の分防御した分は新しいカードに入れ替わるので、実質相手がドローできて得な状態になってしまうんですね。相手がさらに有利になってしまうので、ここはこの辺をぶっ込みたいところをぐっと押さえて、スマイルの貝殻から入る、スマイルの貝殻から打ちから入ってますね。ここはもう徹底的に待ちますね。徹底的に待って、はい、待って相手にカードをドローさせね。で、しっかり MP の回復系のカード引きましたね。これでまたここから流星で巻き返していくことができるっていう。で、次の場面ですね。この流星ぶっ破して、相手がこれ体力ね、HP25 から15になったんですが、ここで相手は絶対、体力回復しとかないといけないんですよ。なんでかっていうと、属性攻撃、普通の攻撃力8とか7とかの属性攻撃に流星つけられたら、ほぼカーテンない限りは死んじゃうんで、まあ、カーテンあったかもしれないですけど、多分ないんで、今の攻撃スルーしてるね。なんでカーテンない以上は絶対ここで両替がもしあったら両替先打ちしておくべきだと思います。一旦遅いかなと思いました。でここは初手相手からカウが飛んできて両替抜かれましたね。ですがこれ買わないんですよ。こんなの絶対買った方がいいですよ。もう100回やったら100回買った方がいいですね。相手の両替を奪うことができる、多分両替をその2枚とか3枚持ってるっていうことなんでしょうけど、その情報もね私に与えてしまいますし、こっちの両替を1枚抜けるっていうのは手札も1枚減らせるし、両替もちゃんと減らせるっていうのは絶対後々ね効いてくるんで、これは絶対相手が買うべきシチュエーションですね。まあ、ここまでなんか偉そうに相手のダメ出しみたいになってますけど、ちょっとやりがちなミスなんでね、はい。これ発火のワンドも相手からちゃんと買いましたね。まあ、この手札の時は防御カード1枚でカマケアとかできてないんで、先に買うから入ってもいいと思いますし、これはさっきの相手が両替買わなかったのと同じ人だよな。もし両替を買ってれば相手の手札9枚じゃなくて10枚になってたかもしれないんで、10枚だったら発火のワンド買われる可能性ってちょっと下がるので、それもちょっと微ミスですね。見えない隠れたミスなんで、これはまあラッキーだけでは済ましてはいけないですね。でこれはあれですね、持ちポイントが少なくて結構粘りたいんで、ここは待ちの姿勢ですね。またはい、ここは攻める場面ではないと判断して、泉4回で体力を回復しながらカードを増やしていく。まあワンドとかね引けたらまた熱いね、ワンドだったりオーラだったり、まあ別の奇跡だったり、そういうカードを引けることを夢見て、大木連打しても全然追いつかないので、ね、泉連打してもステイするっていう場面ですね。でこれまあ相手ちょっと落ちちゃってるんですけど、お前も木根ぶっ破してるじゃんと思われるかもしれないんですけど、こういう木根ぶっ破は意外と悪くなくて、もし相手に当たれば相手を倒すことができて、自分に当たってもまだ死なない、まだ死ななくて、まあ売る15円売る以外はとりあえず一発は耐えれるんで、確率2分の1に見せかけて実は6割7割ぐらいこっちの方が有利ですね。 65% ぐらい有利です。なんであの木根は打っていいよっていう
古いですね。で、これはあれですね。神剣初手ぶっぱ。初手ぶっぱ侍してるところですね。こっちランダム剣持ってるんで、気が利いてるんでいいかなと思うんですが、まあ、運悪く相手に金星の指輪を持たれているという状況です。で、お金が相手に没収されてかなり厳しくなりましたね。両替とか引いてもきつい。この状況は、まあ、初手ではないですけど、もう2ターン目ね、ぶっぱしていいかなと思います。どういうことかっていうと、これも相手に両替されたらかなり厳しくなっちゃうので、こっちも防具カードあんまり全然気が利いてない。ということは、相手に当てれば即勝ち。まあ、負けてもちょっとだけ粘れるっていうので、まあ、6割ぐらい有利。あとは、まあ、薄持ってる可能性もあるんで、ここ危ない記念しっかりでいきたいところですね。なんか直感的にはもうちょっと粘りたいような気がしなくもないですけど、6割の有利を取りに行くっていう方が得かなと思います。こういうふうに記念は、打つべきところと打たないべきところの見極めがちょっと大事になってくるんで、そのあたりも意識していただければ、勝率上がるんじゃないかなと思います。で、これは買うから入ってもいいと思うんですが、ちょっと微妙な判断なんですけど、私は夢の小槌から入った方が良いと思ってて、夢の一番強いのはこのハートの貝殻が夢状態で不定してないっていうところなんですよね。なんで夢が回復されづらいなんですけど、早めに展開しておかないとターンが進むにつれて見れることになっちゃうんで、この場合は先に相手に奇跡展開される可能性もあるんですが、夢をぶち込んでから、先夢を入れてから買う展開の方が微妙に得なんじゃないかなと思いました。合ってるかわからないんで、ぜひご意見をお聞かせいただきたいところではあります。で、しっかり買うことができましたね。オーラをしっかり没収していくと。で、ここはね、ちょっと難しい判断だったかな。もう一枚買うでもいいんですけど、相手買うなさそうなんでね。なんですけど、ハートの花だけは抜かれたらちょっとまずいんで、ハートの花固定しとけばオーラ3発打てるんで、ハートの花から入りましたね。なんですが、これまさかのね、まさかの上から滝ぬいぐるみを打たれるって展開でした。が、まあ、今の花と買うの順序は難しいですね。こんな風に買うの優先度って結構その時その時でたくさんいろいろな状況を吟味してるんで、一概に言えないのが難しいところです。で、これは次滝打たれたら死んじゃうんで、これは絶対3枚ドローですね。切断する人とかもいると思うんですけど、ここは最後まで諦めずに3枚ドローしていきたいところですね。どっちで3枚ドローするかっていうのが難しいんですが、これ13、26点打ってますね。これはどっちでもいいと思います。ここでしっかり3枚ドローして、まあ、ミラーとかだったり最後のあがきを引きに行くっていうので、乱気流が引けるんですね。気流が引けちゃうんで、これが跳ね返せちゃうんですよね。これは運なんですけど、ちゃんとしっかり3枚ドローしたことによって、この勝ち筋が生まれたっていう、そういうプレイになるので、最後まで諦めない方がいいかなと思います。これは初手オーラ来て、まあ数よりはオーラ固定したいかなっていうところなんですが、とりあえず防具がきついので2枚ドローしたいんですね。で、2枚ドローしたいんですが、買うから入るかどうかは難しくて、一応オーラ固定してしとこうかなっていう感じですね。オーラ固定したいんですが、これはこいつだったらオーラで攻撃力12なんですけど、月光の斧にしたら20なんで8点違うんですよね。なんでこの8点はしっかりいくら奇跡跳ね返せると言ってもしっかり20点強攻撃ぶち込んでおく方がいいかなと思います。で、これはあれですね、今度はこっちから買う仕掛けて、相手のスマイルの貝殻が見えたんですけど、正直あんまり欲しくはないカードなんですが、こっちの風を後々もしかしたら展開するかもしれない、プラス相手の手札を1枚減らせる、しっかり買っておきましょうという感じですね。こんな感じで検討してみました。いかがでしたでしょうか。俺は目から鱗だったとか、こんなん知ってるわとか、それは違うんじゃないみたいなのがあれば、ぜひコメントよろしくお願いします。ということで、今回の F 検討はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ロッドフィールドボットでした。バイバイ。